社員 TV。 ゴールデン社員 TV。 ゴールデン社員 TV。 全国5000人超のゴールデン社員の皆さん、そして1億人の社員予備軍の皆さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデン社員によるゴールデン社員のためのユーストリーム番組、ゴールデン社員 TV のお時間でございます。よっ。はい、この番組は毎週月曜日から金曜日、午後2時から FM 沖縄で公共放送中のゴールデンアワーを愛してやまないリスナー、通称リスナー社員たちが番組への有り余る愛をぶちまける非公式のファン番組でございます。はい、お送りするのは私、名前忘れてんの自分の。え？忘れちゃった。何でしたっけ？ダウ。あ、そう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 。244番ダウと。好きな食べ物はうまい棒です。どうも。社員番号565番、かさぶたを剥がすのが好きです。はい、韓国にハマって脱オタしました。ブロッコリーです。よろしくお願いします。ほいほいほい。絶対嘘。アニョハセヨ。はい。あ、花田でーす。ひどいよ。ひどいよ、もうひどいよ。そして今日はもう一方ゲストが来ております。じゃあご発声お願いいたします。合わせのマンゴースです。はい。来ちゃった。来ちゃった。自転車で来た。自転車で。自転車で来たよ。音速で来た。早い。ぐだってるな。はい、さすが自転車防護長。今日はあのね、初めてじゃないですか、このあのユーストリームでこの何ポロヨシ乗っかるのって初めてじゃないですか、もしかして。あ、そうなんですか。あ、そうだね。持ってないの。ひどい。ひどい。制服じゃないの。来たけど言わんどこ。来たけど。第一回目来たけど言わない。ごめんなさい、記憶の彼方に。初めてですね。初めてですよ。初めてです。初めてです。イエーイ。そんなところで今日はね、行ってみてもいろいろやってももらえます。やりましょう、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では、今回のゴールデン社員 TV、番組の内容をじいちゃんお願いいたします。はい、本日の Q シート、まずはウィークエンドエンド。はい、通常放送でボツリ、まさかのウィークエンドでもボツリ、そんなあなたの投稿を供養するコーナーです。そして今回から始まる新コーナー、その名もワイダン降臨、下半身に脳があるでおなじみのゴールデン社員の皆さんによる本領発揮のコーナーです。下にまつわるあんな話、こんな話をお送りいたします。ね、辛いっつーのこっちは。そして伝言版 XYZ、XYZ の方で、はい、XYZ ですね、すいません、発音がちょっと。お勤め先のイベント情報や、社員の間の申し送りなどあれこれをお知らせしちゃいます。はい、ありがとうございます。そして、はい、番組ではもちろん画面の向こうのあなたのご参加をお待ちしております。参加方法を、かさぶっちゃんお願いします。ゴールデン社員 TV では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはゴールデン沖縄 .tv@@gmail.com です。応援や激励、4人へのツッコミなど自由に送ってください。番組中はつぶやきでの参加もできます。ツイッターやフェイスブック、ミクシーアカウントをお持ちの方は画面右ってどこ、あっちらへん、こっちだな、あっちかな、あっちかなにあるダウのそばぐらい。チェックインのボタンをクリックしログインしてください。皆様の熱い思いをお待ちしております。皆さんの声を届けるのはこの獣から。にゃにゃん、おふってた、おふってたの人、おふってないです、人じゃないです。猫のモノマネする気もないですけど、最近ボリ投げた、はい、ボリ投げた。もうちょっとめんどくさくなってきた。誰ですか。ニャプテンらしいですよ。僕と契約して魔法ニャプテンになってよ。以上です。以上じゃないです。ですね、はい、皆さんのツイートもたくさん本当に来てまして、来てまして、ワイダン降臨への期待と、はい、アーマンさんへの期待と、あとワイダン降臨に伴いボジョレーさんに期待と。はい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 、なんかもうひどいけどね。もうひどいです、うん、ひどいです、う
みんな誰もウィークエンドエンドを期待していない。そうですね。まあ、まあ、軽く触って終わりますそんなもんですよ、はい、軽く触るとか。はい、行きましょう。もう今日何でもいいんだよ。そうですね、まあまあまあ、ざっくばらにね、はいはいはい、やっていきましょうということで、こんな皆さんと一緒にお送りするゴールデンシャイン TV スタートです。この番組はあなたの思い生放送ユーストリームポッドキャスト配信のクリックボイス沖縄の制作でお送りします。どんどんパフォーパフォー。いいですか。やだよ。ワイダーも全部リーさん。やだよ。ウィークエンドエンド。パフパフパフ。決して面白くなかったわけじゃない。きっと回線が混んでいただけの。そう思わないとやってられないの。社内連絡が届いた瞬間から練りに練ったネタを送るも、放送中にもウィークエンドでも不採用となってしまったネタの供養をするこのコーナーでございます。そうだったのか。あ、 ありがとうございます。毎回ありがとうございます。律儀でありがとうございます。律儀律儀。じゃあ、まあ今回お寄せられた、まあお便りちょいちょいたくさん来てますよと。退場、はい、どうしたどうした。退場出ました。ちょっと私から読みますね。じゃあ早速、はい、はいはい。これはあれだ。どれだ。なんだ。先日あったあの入社式の直前のあたりに来たものですね。直前なんだ、うん、直前です。多分おそらく直前でございます。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。どうも。こんばんは。そして初めまして、社員番号493番のシナットルマリナーズです。あ、シナットルマリナーズさん。マリナーズさん。マリナーズさん。はい。福岡から見てますよ。うん、お福岡だって。今日見てるかな。ね。佐々木さん。と。想像より痩せてますね。意外とね。意外とだけよ。意外とね。初めてゴールデンシャイン TV に参加します。株主総会とかにも参加したことがないので、アウェー感半端ないですが、皆さん仲良さそうで、私が入る隙はなさそうですね。そんなことない。ネガティブ絶賛発動中です。そんなことない。そんなことない。そんなことない。あと一回言っとこう。そんなことない。明日は大学の卒業式の関係で入社式には行けないんですが、皆さん楽しんでくださいね。最後まで見てるんで頑張ってください。とりあえず初めてなんでこの辺でということで、これ前回の、あ、そうですね、うんうんうん、ちょっと読めなかったもん。あ、いただきました、うん、今回見てくれてるかな、ね、見てくれてたらちょっとツイッターででもつぶやいてくれれば、ね、つぶやいてくれればね、はい。そう入社式以来初めてでしたっけ、ゴールデンシャイン TV ですね。ああ、そうですね、はい、じゃあ感想とか、うん、入社式の入社式の感想、うん、入社式僕はずっとですね、はい、VIP ルーム、あのわんさかも人がいたもんで、あ、なるほど、はいはいはい、ちょっと対人恐怖症な僕は、まあ、ちょっとVIPルームに入り浸りで、あの局長が何言ってるのか全く分かんなかったんですけどね。VIPルームだとちょっと音聞こえなかったんですね。なるほど、はいはいはい、だから楽しかったんだと思います。楽しかった楽しかった、そう、かんだかんだすごいな、楽しかったと思います。しかんだしかんだ、はい、私ね30分前ぐらいに、終わる30分前ぐらいに行ったので。そうだった。そうなんです、うん、はいはいはい。とりあえずあのうさぶたちゃんの熱い抱擁キスから始まり、よしおに胸を揉まれ、で気がついてのぞちゃんの宙で締めたっていうね。うさぶたにビール股間にこぼされてね。見えない見えない見えない。リッチャーこぼされて、もううさぶた出来上がってましたよね。出来上がった。最高だった。あの時間で出来上がってたの。結構人のチケットで、ね、飲んでたよね。エスカレーターに喧嘩くれくれってね。いいな、羨ましいな。以上。りちゃん、りちゃん来てた。いましたよ。あったよ。いましたよ。何言ってるんですか。あったか。ひどい。あったあった。ピンクのワンピースで決めてったのに。常にワンピースのイメージがあるもんね。うん、あれは母のチョイスです。必ずなんか何かしら家族が関わってくるのな、うんうん、初め行こうとした格好で行ったら、あんたこの格好で行くのはちょっとって言われて、あれでしょ、あのお父さん的なやつでしょ。絆創膏みたいな。乳首に絆創膏のお父さん。乳首に絆創膏のお父さんは、私の服装には何も言わないです。普通に返された。
どうだろうでもスパッツだけで歩いてる時は、うん、これ持ってけ持ってけって言ってバンソコ渡さないバンソコですかバンソコ渡しますね大きいやつ四角いの四角いの四角いのねチャージがついてるの優しい嫌だな違うで入社式といえば壇上にも上がったあ、うん、私、はい、すごい格好だった、うん、一応入社式の前に、うんはいはい、僕仕事のお勉強会があったんですよ あの格好で、はい、いやあの格好じゃないですで、はい、まあ、泊まりの裏でお勉強をして、はいはいはい、で、まあ、30分遅れで、うん、まあ皆さん見た方はねご存知だと思うんですけど、はいはい、あのお勉強会にあの、はい、衣装を持ってって入ってあの一生懸命お勉強してあの格好で大爆発とすごい感じでさすが素晴らしいいろんな人にね、うん、いろんなとこ触られましたよ、うんですよねはい、すいません気持ちよかったですよありがとうございましたあれって結構分かるもんですかん分かるもんですかこの触られる感じってこの辺は綿なんですけど、うん、もう下半身はリアルなんで、この辺触られても嬉しくないんですよね。あ私胸筋触っちゃった。それは綿です。それは綿なんで、リアルにやっぱりこうお尻とか、ねはいはいはい、触ってほしかった。すみません。こちらこっち。いつものことでございます。はい触って欲しかったんだありがとうございましたじゃあ今度は締め落ちなの一人まあいいか何だろうね何だろう前振り冷たいよねまあいいや自分もね細々とね一応何だろういたよねコスプレ的なねなんかやってましたよいたよねいましたよオレンジ色でオレンジ色でいましたよ、うんうん、ピーって感じで、あの日のハイライトはあの格好をお昼の国際通りど真ん中で歩いたっていうあ日曜日だったからまあまあ早いハイライトだねうんもうすごい気持ちいいの僕夜あるまま歩いて帰ったよ。あ、そう歩いて、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 あれ、あるところまでね。あ、なるほど。楽しかった。なるほど。はあ、それがはい。短い衣装だった。ハイライト。入社式の。そうそうそう。そう。あ、いた。何？いたいたいた。いたね。いた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 。じゃあウィークエンドエンド行きますよ。はい。すげえなこのちぎり感。この流れのガチャピンハートさん。なるほど。ああ。かわいそうに。局長糸数隊長ハイサインティライミーインティライミーインティライミー議題リミットリミットのお題のに対してのボツネタです、うんうん、もちろん日常生活をする上でリミッターはかけています理性常識礼儀という名のリミッターをガチョピンの場合このリミッターを外したらリアル出社した時はお二人とも話せず二人っていうのは局長とミキトニーね、うん、ずっとミキトニーの匂いを嗅いでいることでしょうあ入社式のようなイベントに行った時はずっと女の子の尻ばっかり見ていることでしょう飲み会で酔っ払った時は隣の子の肩をずっとさわやさわやしていることでしょう私いたよ隣この前そうですリミッターは社会生活を送る上でとても大切なのです嘘ですいつも酔っ払うとさわやさわやしていますいつもお尻ばっかり見てます今度糸数隊長の匂い嗅ぎますアンニョンニョンボツですねこれはボツになりますねしょうがないこれをトップバッターに持ってきた俺うまいということででもガチョピンさんいい人ですよね、うん、とってもいい人いい人酔っ払ってたけど何も触られもなかったんだけどなフォローすごい早いガチョピンさん今度かさぶたが触ってくださいだそうで す, そうですなんかそれもどうなんだろうね触ってくださる前に触るもんねでもね落ちたよはい大丈夫ですはいさあ次誰行こうでかさぶたこれ行く、はい、はい続いはい嘘マジでこれじゃあ次行きましょう社員番号3945番ガチョビンハーツだから好きだな本当だよね局長糸数隊長おはようモンテスキューモンテスキューモンテスキューってなんだっけ人だよ炎何個解消なし解消なしが俺の生き様ガチョピンハートです感じダメだねそうそうここ金曜日なのかなじゃあ、うん、
お昼から下ネタ炸裂でおなじみの番組ゴールデンナワーですが受けてるし最近度が過ぎては過ぎて癒しませんか。そろそろ各方面からクレームが届くんじゃないですか。いやもう届いてたりして、そこで考えました。トイレに行くことお花畑にというように番組内だけで理解し合えるシークレットワードを作ってはどうでしょう、うん、これよ見たくないな。あのあれでしょ、トイレか2番行ってきますみたいな。2番行ってきましたかね、ジャンゴ行ってきますみたいな、ね、うん、あ、広報です読んでいい例えばどこ全部言っていいのかな、うん、いいんじゃないですか。うんこブリリアント、うんこはブリリアント、ブリリアント、ね、うん、はいはい、チンチン、ポークビッツ、ちっちゃいな俺のはポークビッツじゃないけど、じゃないけどね、はいはい、これシークレットワードなのかな、うんこチンチンブリリアントユニコーン大丈夫、受けすぎだろ、すごいんだよ夜の営みバトルスピリッツ、うん、うん、お尻の穴アナウンサー、うん、お尻の穴を言う機会がない言わないね、言わない、あそこ女子穴、うん、はいはい、あれマチュピチュ、うん、あれジンギスカン、うん、あれジャヌダルク、うん、あれミッド新潟、あれってどこだよ何マチュピチュいいな無理だよ、マチュピチュ使いたいな、でもマチュピチュ10回言ってみるとちょっと卑猥に聞こえますよ、お願いします、本当お願いします、後でこれは、うん、マチュピチュの秘宝、マチュピチュマチュピチュの秘宝、マチュピチュの秘宝、マチュピチュの秘宝、読もうね、いかがでしょう、これらを使いこなせばゴールデンナワーもエロいと笑い、そしてインテリジェンスら兼ね備えた番組になること間違いなし、読めない、なんだ、ご一個ください、ご一個ください、これはそれではSee you next, bye、いいんじゃないですか、はい、これボツだからね、これはボツです、送ったのそれ、本当にガチミンさんごめんなさい、これ僕らが悪い、うん、僕らが悪い、俺が悪い、もうなかったことにして、はい、バサッといくのね、うん、流れでいくと私ですか、はい、うん、はいはいはい、私これ大好きなんですよ、おー、あげおった、はい、これ大好きこれ大好き、あの、社員番号2015番のゴールデンメイグ、あ、ゴールデンネーム崖の上のコリンザさん、お、皆さんこんばんは、崖の上のコリンザです、こんばんは、皆さん素晴らしいテンションですね、こちらまで元気になりそうでもうなかったりもします、ないのかよ、どっちだ、うんうん、ここはちょっと滑ったかな私正直よくチヤホヤされます、これ3月ぐらいのテーマでチヤホヤっていうテーマだったんですね、うん、で、ぶっちゃけモテますと、うん、おあちら側の方々に、マチュピチュ違うよ今なんで僕のマチュピチュ言ったことできないだろうお前今あちら側、ね、コリンザさん男性の方で、で今までの人生で僕と付き合ってくださいと告白されること5回、うん、お5回、あちらの方に、あちらの方に、うん、私が断ったことで会社を退職された繊細な乙女の心を持った方もいました、どれだけもうね、うん、それはわかるよ、わかるんだ、まあ、コリンザ可愛い顔してるからね、うん、確かに、いや失恋した痛みですよこれは、あ、そっちの乙女としての失恋された痛みがわかるって言っただけです、いやそうだけど分かってるよ、まあ、読んだらいい、はい、また知らないおじさんにいきなり腕を掴まれたりですとか、暗い夜道で後ろから僕のすごいの見たくないとアプローチをされるといった経験もしばしばあります、私もない、すごいあったらなんかもう大変だよそんな中先日あちら側の方々と楽しくお酒を飲むお店に行ったのですが、やはり当然のようにチヤホヤされるわけです、うん、ちびちび飲んでいるうちになぜか私が有名人で言うと誰に似ているかを考えるコーナーが始まりました、うん、その時あるお姉さまが、わ、うん、かったわ、ジュラシック山田とマッドマッスル伊藤を足して見ではあった感じじゃない、誰だよ全く通じない、全く理解不能の発言、唖然とする私とは対照的にやんややんやとがぜん盛り上がる店内、この世界は限りなく広いんだなと実感した体験でした、
よいしょと。分かった分かった。彼女に触れら、あ、振られてからかれこれ4、5年。もう4、5年。あちら側の世界に足を踏み入れたらどんなに楽なんだろうと悩んでいる今日この頃です。皆さんは同性にモテることってありますか？これも踏み込んじゃえばいいんじゃないですか？ダメだよ。これちょっとこれいいんじゃないですか？怖いね。怖いね。怖いね。怖いの。いろいろね。いろんな意味でね。あれですよ。先生なんかありそうですよね。そういうお話持ってそうですよね。Twitter でもディサロさんがこの前とある方に誘われたぜって。男性陣ありますか？僕もよ、僕もありますね。はい、モテモテ。バーで二人っきりで告白されました。で、その子は兵庫県の、はいはい、あの国体テニスの、テニスの代表になるぐらい探しちゃうよ。大丈夫だと思って。まあまあまあ、うん、出るくらいのね。で、真剣に言われて、はいはい、涙されました。あらその世界にやっぱ本気なんだね、うん、その世界に僕が引き込んだら、はいうん、僕がその世界に入ってしまって苦しむんじゃないかとか、うん、なんかそういうやっぱり優しい、あちら側の人って優しい人が多いんですよね、うんうん、なるほどね、うん、じゃあ優しい世界に入ればいいと思います。コリンちゃんも優しそうだしね。コリンちゃん優しそう。まあほらほらほら幸せになる。島の人さん相撲会場で盗撮されました。いやどこ見てもスーパーじゃなくて違う、スーパーじゃなくて技を盗もうとしたんじゃなくていい、ね、そうですよね。盗撮かあれじゃん、明らかな、明らかなアングルがそうだったんじゃないですか。下からのアングル。下からの。竹高さん、アメリカ言うで俺のモンスターエナジー誘われ、触られたって。ああ結構みんなあるのかな。モンスターエナジーってどこですか。何ですか。モンスターエナジー。その股間のモンスターエナジー。ああ、ほんほんほん。モンスターエナジーね。溜まっとるんだな。いいじゃないですか。解き放って、解き放ってあげようと思ったんだよ。優しいから。優しい。よかったね。はい、ネタを作るためにもコリンザさんには体験談をぜひ。ああ、うん、ぜひですよ。続きを。はい。続きをね。うん、リアルにやってほしいね。リアルに。ハマっちゃいましたとか。私ハマっちゃいました。一人の成長度合いを見見つめていこう。どっぷりと。ゆくゆく私は応援する、うん、応援する、うん、応援するだけ。じゃあ私は紹介する。紹介、うん、じゃあリアルの人、今からでも遅くないんでちょっと送ってください。はい、お願いします。リアルな、じゃあ僕読まさせていただいて、はい、あどうぞ。いいですか、初めてなんでお願いしますね。はい、はいはい、お仕事で A 地区 B 地区 C 地区からの中から地区選定することがあり、打ち合わせ中最有力である B 地区が会議の中で飛び交い笑いをこらえずに中座しました。この場を借りてお詫び申し上げます。社員番号3329番、直井です。お、直井さん。屋根より高い恋のぼり、大きなマオイはマグナム北斗。あれ、どうも皆さんこんにちは。小さな日声のナオイです。2回言っちゃった。2回言っちゃった。さっき聞いた。こんな時間に喋っていいのか悩んだんですけど、実は会社で一発抜いてもらいました。は、今回は若い子に抜いてもらったんですけど、やっぱりテクニックを持っている年上の女性が一番っすね。また久しぶりだったんでたくさん出しちゃいましたよ。え、そこには愛があるのかって、え、もちろんありますよ。ラブインアクション、レッツ献血。エロい妄想した男性諸君いっぱい抜いてもらいましょう。リクエストは真心ブラザーズ、愛をお願いします。書けません。書けません。ありません。ありません。抜いてもらったのね。抜いてもらったのね。本当かな。本当これオブラートに包んで本当に抜いてもらってんじゃないの。あんな編集の面前で。うん、なあ多いならね。はなんかや、ね、まあ、泣きにくもあらずですよ。でも職場固かったような気がする。まあ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 、それはちょっと、だ、だからの、あ、だからの、だからの、それですか、それですかみたいな。何その事情通。職場が固いと職場で固いは大違いですかね。なるほど。ストレスもあるしね。あるある、うんうん、あっちもちょっと。うん、うん、同期してる。何が、うん、いいです。
大丈夫ですか。はい、うんうん、はい、どうしよっかな。消えちゃった、消えちゃった、うん、なるほどね、はい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 、ツイッターが書かれじゃあどうしよっかな、次行こうかなとも思うんですけど、うん、どうしましょう読まないんですか。一周しましょう。一周しますか、うん、はい、じゃあ僕行きますよ、はい、どれだ最後行きまじり疲れてんの。社員番号2283番竹高さんからいただきました。ありがとうございます。3月22日放送をシャレオツだねのボツネタということです、はい。突然ですが謎謎です、うん、ティーはティーでも飲めないティーはなんだ。これは簡単すぎないしないですか言っていいのかな。ヒント差し上げましょうかヒント差し上げましょうか男性用のものには酢がつき、女性用のものにのみ T がつく。あれしかないんじゃない。そうそうそう、あの女性がね身につける面積の小さい布のあれですよと、まあ、ていうかぶっちゃけパンティーですよと、はい、言っちゃった、はい、パンティーが答えなの答えですよ。何だの答えですよ。何なの何なの。いや竹高さんもっと賢い人だと思ってた大丈夫、こっからインテリジェンス出てくる、こっからインテリジェンス出てきますから、僕はあの布に小さいリボンがついてるのを見たとき、うんうん、おシャレオツだねこいつは春から縁起がいいやと思います。なんでどっこやてやんでいいみたいになってたとえ嫁に怒られへこみながら洗濯物をたたんでいるときでも、あの布についてる小さいリボンを見つけるとおシャレオツと元気が出てきて、どんな困難にでも立ち向かえそうな気がしてくるから不思議ですと。例えるならそうショートケーキに乗っているイチゴのようなもんですかね、うん、っていうかそもそもあの布に初めてあの小さなリボンをつけた人って誰なんでしょうか。あ確かに、それは確かに、ね、僕はその人にガーター勲章などパンティー勲章をあげたいですね。イメージ的にはフランスのパリジェンヌか腰の三姉妹のお母さんあたりが考えたような気がするんですが、とにかくあのリボンは人類史に残る最高の発明の一つだと思います。パンティーのリボン最高。ミキトニー、今日のミキトニーの布はシャレオツしてますかと。はい、こんな感じでした。リボン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 、あの外れなくてもいいんですか、あのリボンは。あ外れるリボン、外れるのがあるの。外れがあるんですか。スルッタ、なんで外れるの。サイドサイド、なるほど、結ぶやつ、はいはいはい、いいですよ、うん、いいですよ。あ外れなくてもリボンがあった方がいいんですか。あ小さいリボンって小さい、じゃあただほら模様っていうかなんか、まあはいはい、いいですよそれはそれでいいですよ、うん、リボンさえついてればいいですよ。リボン、あ外すことなくても、うん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 、あくっついてるやつかな。別にくっついてるやつ別に別にリボン持って足ばいいんだけど。そう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 、なんだ俺、うん、リボンとリボンとリボンとレースと、あーあーどっちだ。レースの方がいい。レース、僕レースレースかな。あの下着にあのパンツが響かないから。ああ、うん、それだったら持ってる。なるほどね、普通だ。ボコってすんじゃん、リボンついてたら、うんうん、ボコってするね、うん、今シレッタのこっちレース等なんですけど皆さんは何がいいですか。かっこいいかっこいい、低い声かっこいい、ゴールデンネーム首里の博士太郎です。どうしました。ゴールデンシャイン TV の皆さんお疲れ様です。あどうもお疲れ様です。シュリーの博士太郎です。はい、5月9日のテーマカバンの中で出社します。いえさせてください。今現在僕は講師ともにカバンを持つ機会がないのですが、うん、20歳くらいの頃尊敬していた先輩がセカンドバッグを持っていたので、はいはい、先輩に憧れていた僕はすぐ真似をしてセカンドバッグを買いました。なるほど。しかし中に入れるものはなく、中身は携帯、タバコ、うんうん、薬や車や家の鍵ぐらいでした。うんうん、主の僕と同じく中身のないカバンになり下がってしまいました。ペペロって感じだなこれね当時の僕はスーツとセカンドバッグの組み合わせは世界一かっこいいと思ってましたが、今現在セカンドバッグを持っているのはおじさんくらいのもので、僕のセカンドバッグは押し入れの中に片付けられ、今入ってるのはタバコのカスぐらいです。いつかまた脚光を浴びる日が来るまで取っておくつもりですが、その前に僕がおっさんになる日が早そうです。なってますよもう皆さんもセカンドバッグ持ってますか、使ってますか。それでは今日も最後までちばりよーさい。
ということで博士太郎さんですね、まあカバンのどうでもいい話を聞かされましたありがとうございます。ありがとうございました。ご苦労様です。ご苦労様です。私ですね。遊ばないのね。そのことだ。これは5月2日のテーマが遠足のものですね。はいはい。雨が続くと卓上の書類がしっとりシルク肌のようです。プリンタから出る紙もくるんくるん、反抗期です。そんな紙たちと日々格闘中。こんにちは、社員番号75番ノミングウェイです。ノミ姉さん、遠足あるある。お弁当をひっくり返してしまい、クラスメイトから一品ずつで料理をもらって最初の弁当より豪華になるやつ。こんな暑い時期におやつにポッキーを持ってきて、案の定チョコレートが溶けていて、つながったポッキーを10本くらいまとめて食ってるやつ。いつも制服だからこの時ばかりはと私服で気張りすぎてやけに浮いてるやつ。はい、ルール。大人の遠足行きたいですね、わらみたいな。終わりです。まあ、遠足ね。大人の遠足。大人の遠足？大人の遠足。山登りですか？秘宝館じゃないですか？秘宝館？秘宝館？秘宝館って何ですか？秘宝館って何ですか？静岡にあった秘密の場所ですよ。ほほ。友達と行こうと思ったら潰れちゃいました。何があるんですか？何があるんですか？秘密の。いろいろ、いろいろいっぱいあるらしくて、何が、あ、大人になるためにはそこに行くしかないな。じゃあ大人じゃない、うん、私まだ。じゃあ大人じゃないんだな。カッパの何がしが置いてたりとか。あ、そう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 。あ、あそこか。あっちです。いろんなとこにありますよね。はいはいはい、はい、沖縄でもないよ、ね。沖縄、あ、あったらいいのにね。あったらいいのにね。ちょっとじゃあ誰か作ってください。ヨガの。うん。うん。だから今ここで頼んどけばね、あの後々ねこういろいろ話が広まっていって、で最終的にあの沖縄で一番なんかエロい人ぐらいの。とかなんか作ってくれるんじゃない？エロい人。じゃあ沖縄市で作るんじゃなくて？それは俺だよ。お願いします。あ、じゃあ合わせの埋め立てだとか何で？国の予算も入ってる。いいね、国家を挙げて、国家を挙げて、国家を挙げて、秘宝館、日本一の秘宝館。来るね。来ない、来ない。東部に来てください。いいかも、いいかもね、いいかも、いいかもね。あの議員さんに言ってきますよ。あ、そうですね、ぜひ。うん、そうです、あの市会議員に言っとくよね。そうですね、デニーさんにね。デニーさん。怖えわ。何言ってるんですか。もうないですか。もうない。もうない。これは後じゃない。これは後もない。はい。じゃあじゃあじゃあ。もうない。もうもう。もうないみたいな、なんかそのなんか苦情みたいな感じで言わないでくださいよね。まあまあまあ、いや、なんかど、じゃあツイートなんかあります？ここツイート見れないんですよ。そう、今ちょっと画面も、はい、切れちゃって、残念。大人の遠足なんかないですかね、ゴールデンで。あは遠足とか大人の遠足、三栄以外に。三栄はちょっとね、あの遠足行ってるからあるけどね。うん、大人の遠足ね。あと秘宝館へのツッコミ多数ですね。でしょうね。でしょうね。バルワカさんとか分かるかもしれないんですけど、あの伊勢のね、はいはいはい、あの鳥羽に、はい、まあ、秘宝館があるんですけど。ほうほうほう。そうなんですか。鳥羽にあるんですよ。伊勢、あ、もう今潰れたのかな。うん、もう僕あの一番もう目に焼き付いてする、もう馬の交尾ショーっていうのが。すっごいな。見てー。あの、ね、40、それは見たい。42号線かなんかあるんですけど、はいはい、もう至る所にね、もう看板が洗脳されるように立ってるんですよ。もう引き込まれるかのように馬の交尾ショー。でそこのドライブインみたいになってるんで、ドライブイン、そこに秘宝館があってドライブイン、あのこう馬がこういるんです。あいつがやるのかみたいな。見たいな、うん、うまくいくんですか、馬だけに。やった、決まった。シュートしてしまった。計らずもシュートしてしまった。目覚めた今。止めてくれてありがとう。そんなあれじゃなかった。はい。そんな感じ。あ、見えたよみんな。あ、よかったよかった。うん、キャプテンどうすか。皆さん今内輪の話なんですけどね。よそやさんが車で前原前
の社交街を集団で通り抜けてみるという遠足ならやったことあります、うん、あれとかありますけどね、ホテル街行って、はいはいはい、ホテル街とかね、盗聴電波がラジオで入るかっていう、それ遠足、遠足遠足ですか、あ楽しい遠足だな、あ行くならあれですよ、浦添のアハチャがおすすめですよ僕コミした感じとね、うんうん、なんかいろんなもんが渦巻いてる感じが、アハチャ、アハチャだっけ、あそこあるじゃん、あるじゃん、なんかホテルキングみたいなとこの近く、わかんない、まあいいや、港側ではなくて港、そこまで行かない、そこまで行かない、うん、まあ誰かが開いてくれるのを待っとこう、あそれでいいよ、うん、そうですね、でも女性は、うん、あのそういう界隈って行くことってないじゃないですか、そうですね、あ普通に歩いて撮ってた前原、いや君にじゃないし君じゃないし普通の人だ、よくやっぱりこう乗せてあげて、うん、そういうとこをちょっと車で見せてあげてとかで、ああいうツアーは僕よくしました。ああ、はい、僕もやったことありますそれ。沖縄市ですか？まあそれ、うん、あのまあ僕沖縄ではないんですけど、うん、大阪で、あの、はいはいはい、そういうなんかそういうちょんの間っていうのかな、そういうところへんのこう車、ちょんの間とか、いいの、まだだよね、まだだよね、何が、ちょんの間っていいの、いいじゃないのダメなの、だからそういうところをこうさーっとこう、はい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 、ね、こう見て回る、なるほど、うん、そうですね、うん、見たくない、大学時代に、あの東京に友達のところ訪ねてって、はい、じゃあ観光しようって言われて連れてかされたのが歌舞伎町2丁目でした、あそういうことですよね、そう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 、歌舞伎町2丁目は多分私のためにあれですよね、うん、BL 的な感じだから多分ね、そう飛び田新地っすよ飛び田新地あそここうデッドゾーンとねヤングゾーンとデッドゾーンがあるんでやべえんですよコリンザ行ったん、どう、これあっ置いていきましょうよ、どうなるか、置いていく、こうやってみよう東京まで私お金出すさあ次のコーナーへのウォーミングアップもしたところで、そうですね、はい、じゃあじゃあまあボツネタはまだあるとは思うんですけど、まあ後半でということで、はい、うん、はい、以上ウィークエンドエンドでした、はい、クリックボイス沖縄からお知らせです。クリックボイス沖縄のホームページでは過去に放送した番組をポッドキャストとユーストリームのアーカイブでチェックできますよ。見逃した番組を見たり iPhone や iPod に入れて通勤途中に聞くことができます。もちろん無料ですよ。また Facebook ページでは番組内容やユーストリーム生中継の日程などの最新情報を随時アップしています。アクセスはFacebook クリックボイス沖縄で検索していいねボタンをクリックしてくださいね。皆さんのアクセス待ってます。皆さんこんばんは、まあ、スマートフォン王国モバイルプリンスです、モバイルプリンスお世話係たまちゃんです、お願いします、はい、というわけで、普段はオキラジで、はい、ラジオ番組スマートフォン王国を、うん、私たちやってるんですけれども、そうですね、この度ですね、うん、ラジオをちょっと飛び出しちゃってですね、ユーストリーム番組、はいはいはい、スマートフォン帝国、おうおうおう、こちらをですねちょっと放送したいと思います。王国に似て非なるものであ、そうですね、あればいいんですが、うん、もう帝国なので私やりたい放題やりたい、ああ君主が強くなってるで内容としてはですね、はい、先週このラジオ番組でですね、うん、au の夏モデル新商品やりまして、はい、で今日は、ドコモの新商品、
はい、そして来週ソフトバンクの新商品と3週連続で新しい携帯電話スマートフォンの特集をしてきましたが、はい、そちらを総括してですね、うん、で映像資料を含めてですね、うん、どのスマートフォンを買った方がいいのか、はいはいはい、そういったものをですねちょっと1時間半ぐらい特集していきたいと思います、うんうんうん、日時の方がですね、はい、5月31日の、21時半うん、こちらクリックボイス沖縄で、検索していただければサイト出てきますので、はい、ぜひその時に皆様お会いしましょう、実物なんかも持ってきてより分かりやすく説明できますから、うん、僕が買えばそれまでに夏モデル買えば見せできますし、はいはい、はい、皆様というわけで何かありますか、はい、意気込みは、まあ、買いの商品なり僕もまあ、スマートフォンのビギナーでございますのでね、まあ、知らない方も、まあ、知ってる方もですね一緒に楽しめると思いますのでぜひこちら、はい、お願いします。はい、というわけでよろしくお願いします、はい、クリックボイス沖縄からお知らせです。クリックボイス沖縄のホームページでは過去に放送した番組をポッドキャストとユーストリームのアーカイブでチェックできますよ。見逃した番組を見たり iPhone や iPod に入れて通勤途中に聞くことができます。もちろん無料ですよ。また Facebook ページでは番組内容やユーストリーム生中継の日程などの最新情報を随時アップしています。アクセスは Facebookクリックボイス沖縄で検索していいねボタンをクリックしてくださいね。皆さんのアクセス待ってます。さあさあさあ、今画面はどうなってるんでしょうか。やっぱり一人喋り、一人喋り。さあ真っ暗な画面の中、皆さん何を想像していらっしゃいますでしょうか。今こちらでは生着替えが行われております。まあその赤い下着は何、夜の蝶がまた一人、そして一人と生まれております。スケスケじゃないですか。その赤いシミーズがスケスケじゃないですか。ええ声、ええ声、誰が知ってるのかと今この時代にパフパフが生まれております。さあそんなに顔をあからめて、女子たちどうしたの。まだ画面真っ暗なのかしら。ひどいひどいな。そうなんです、パピヨンなんです。アジアのパピヨンが生まれております。赤い布が随分と食い込んでるじゃありませんか。そんな真ん中に、スリットが、スリットが、さあ皆さん想像してください。ここからは大人の時間です。さあ準備はできたでしょうか。そんなあられもない姿になって皆さんいいの。全世界で見てるんだよ、叱んだよ
露出だよ。袖が切れちゃった。赤いのが立ってるじゃない。何ですかそのスカイツリーは。合わせのスカイツリー。はーい。オッケー。だ。マイダンコーリお待たせしました。お待たせしました。これだろ、これが欲しかったんだろ。というわけで今回から始まりました新コーナー、ワイダンコーリー。ゴールデンシャイニーほとばしる下へ下へと向ける情熱はまさに逆宇宙兄弟。クリックボイス沖縄が誇る人気番組、怪談氷によく似た名前ですが、スタッフ黙認でお送りします。勝手のこれ絵的に大丈夫ですか。私が何があるか全然よくわかんないんだけど、どうしたのみんな。ひどいよね。ね、いろんなツッコミのことあると思うんですよ。いや向けないで。とりあえずじゃあそれぞれの指摘をまあ後でということで、じゃあ誰か早速読んでもらいましょうかしら。この日のためにね、みんなゴールデンシャインの皆さん総力を挙げてと言わんばかりに来てるわけですよ。お便りがね、まあ、来てますね、うんうん、コンドゥシから来てます。あ、はい、はい、初めてなの、優しくしてね。コンドゥシと申します。実は最近悩みがありまして、はい、息子の反抗期に手を焼いております。大変だ大変だ。反抗期のくせに朝は早起きと可愛いところもあるんですが、はい、車から降りる時などにも反抗するもんで困ったもんです、うん、そっと撫でてなだめようとはするんですが、誰に似たのか聞き分けが悪くて、そんな時の皆様の対処法などありましたら教えてはもらえないでしょうか。アーマンさん。俺かい。俺かい。言ってますね。どうですか。まあそうですね、可愛がってあげますよね僕ならね。朝から、うん、朝から、はい、朝からから、朝からからもう、はい、もう尊重してね。尊重する、はい、尊重、朝牛乳と朝の牛乳と一緒に、うん、ミルクも一緒に。そうだね、ミルクも一緒にと甘くしちゃおう。甘くする。ちょっとねえねえ、なんかさ、誰か拭いてない。はい、拭いてる。拭いてない誰か。塩あ塩じゃない。拭いてじゃねえよ。拭いてんのかい。なんか最低だ。誰だ最低だ。塩拭いてない。なんか誰か塩誰だ拭いてない。濡れてるのか。濡れてない濡れてない濡れてない。名乗って苦しい。すいません、社員番号2683スーです。よいしょ、お待たせしました。これスーちゃんの S らしいよ。あ、マジで、ね、これ5じゃね。あれ違う。どうしてもこのコーナーから入りたい。なるほど、このコーナーから。そうそうそう、満を持してちょっとね、さっきまでうずうずしたんです。なるほどね、はいはいはい、うずうずしてうずうずうず苦しい。いいですよ別に、1抜けた2抜けた全然いいので。私、うん、おーおー、はい、うん、なんでもないです。次どなた行きます。じゃあ私行きます。はい、こうしたらいい。カウントダウン TV をご覧の皆様こんばんは。サンプラザ中野くんです。新曲ができました、聞いてください。すいません、違いますね。ついこの間、世紀の天体ショーである金環日食が終わったと思ったら、僕は世紀の変態ショーみたいです。雑誌サブ購入、そして那覇マラソンの天下記念品など、うん、社員 TV のワイダンといえば僕みたいな印象を持っている皆さん、誤解ですよ。普通の変態ですよ。社員番号3002番早原の若旦那です。変態だったんだね、知らなかった。変態だろうね。変態ですよ。初めてじゃないかもしれないワイダンのコーナー、どうなることやら、何を投稿していいやらよくわかりませんので、僕の若かりし時のワイダンを
若かりし時なんて頭の中やりたいやりたいだらけ。あの時もいつものようにクラブに行って女の子を捕まえておトイレに連れ込んであんなことそんなことやっちゃおうとしたらあちらさんの方がうますぎてパックンチョされたと同時に暴発女の子からこの口だけやろうと言われてしまいました。口だけやろう、口だけやろう、どっちがよね、うん、そんな若かりし時によく歌っていた爆風スランプのランナー、よかったら大声で歌ってください。治る治る俺たち流れる汁もそのままにいつかたどり着いたら君にぶちまけられるだろう。しこるしこる俺たち流れる駅もそのままにいつかたどり着いたら君にぶちまけられるだろう。まだたとえ今は小さい弱ピーピーだとしてもどこなんだろう、駅が駅も出ない、俺たちひどく臭かった日の朝だちって。どう締めるんですかこんな歌を歌わせやがってありがとうございます。いないしね今日、いないみたいな、いないんだ、いないの、ボーリングしてんじゃね、ボーリングはポテト食ってるかどっちかだな。あ、そうなんだ。あれかわいそうちょっとね、同情するな。ネロは地球を救うよね。救う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 。てか、みんな何お前。あ、そう。そのまんまだね。何が？みんなこういろいろさ。あ、そうそうそう。なんかやってる。忘れたわけじゃないんだよ。あれですよ、あの今あのこの感じだと分かんないと思うんですけど、りーちゃんなんかあの衣装替えしてますからね。そう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 、分かる、うん、おっぱいおっぱい残念、強調してないちょっと恥ずかしくなった画面がうるさい、おっぱいなんだこれおっぱい、まあまあ、あのかさぶただけそのまんまっていうことです。だって存在がさ、存在がエロだからね。そういうことですよね。一応今日あのワイダン、まあ一番面白かった人には、はい、プレゼントがありもあり、あ、そうなんですか。ええ、変顔、レイのあの変顔を変顔を持ってきておりますので、変顔一番面白かったと思う方に、はい、変顔をプレゼントいたします。なるほどね。やったやった。これこのあのなんですか、あのこのパンツ赤い人が。直々に赤い人が直々に、はい、変顔女性でもいいんですか、与えるぞよ与えるぞよ、女性でもいい、女性でもいい、あげちゃう、あげちゃう、じゃ女性用の買ってきますよ、じゃあるんだ、お変顔、痛いなんで俺じゃあ次は変顔、変顔落ち見ないでその辺でツイッター上ボリュームを小さくしてる人多数ですさっきの歌だね、さっきの歌かな、うん、多分な、うん、かもしれないね、しょうがない、みんな持ってない、大きい声でね、そうしこるしこる、みんなでもあれでしょこうやって音声小さくするっていうの思い出すでしょ、中高校生の時思い出す、思い出す思い出す、そうそうそう、ね、みんな隠れて見てるでしょツナイト2とか、ツナイト2懐かしい、懐かしいあった、うん、修学旅行の時見た、女の子も見た、私もほら、そうやっぱあれだ、女の子もライン姿勢もっといけみたいな感じなんのライン姿勢どこ行ったんでしょうね、小学生だったライン姿勢、ね、行きます、匿名の私で、あ、はいはいはい、じゃあ匿名ですが、ゴールデン TV 進行の皆様、 PC の前の皆様、こんばんは、こんばんは、女子トイレに開封済みのコンドームが落ちてたと騒いでいた中学時代の先輩はどうしてるかなとふと思い出しました。ワイダンになるかわからないけど投稿させていただきます。中学時代、思春期なこの時期に学校で性教育というのはまあよくあること、私の学校で行われた性教育は女子大生3人が進行、性教育っぽい話をしていまして、そんな中避妊具の使い方を教える流れに、これが
これがコンドームですと取り出す女子大生。実物ではあるがさすがに小さくて後ろからは見えない。その後女子大生は実物のものは後ろから見えないので巨大コンドームを用意しましたと言って透明ビニール袋を3枚ぐらいつなげたものを取り出しました。手作り手作り手作り。そして彼女は言いました。それでは実際に装着してみましょう。これがこれ言わないといけない。これがフェニス君。ん？何？もう一回聞こえない。聞こえない。テニス君です。よくやらしいな。さらっとったわね。その言葉と同時に笑顔で手を挙げるもう一人の女子大生。二人の女子大生は。テニス君と呼ばれた女性を真ん中に立ち直立不動なテニス君にくしゃくしゃにした巨大コンドームをかぶせていました。当時は学校の授業ということもあって何も考えずに聞いていましたが、今もこんな性教育って行われてるのでしょうか。それがなんとなく不思議だったりします。すごく読みにくかったです。ありがとうございます。頑張った。お疲れ様です。もうね、なんだろうね、このりーちゃんのこのなんだろう、ういういしい読み方がまた返ってこの罪悪感をね。でも大きい声だったよな。うん、うん、もう勢いしかないんですよ。うん、じゃあもう言っちゃったって言ったよ。そうそうだね。言ったよ。ペって。ペペ。ペって言ったよ。ペ。40。じゃ。ペって言ったけど、ちょっと聞こえないように濁したけど、ペって言った。ほらほら。来た来た。ほら来た。なんて。ほらほら。ペニスって言えってボジョレさん。この人か。こいつか。面白がらさ。お前娘いるだろ。わあわあ。こう言ったら悩るから。悩るから。うちのお父さんの気持ちを知れ。なんだ。おじめさんさ、だからさ、そのアイコンで言うのやめてくれないかな。子供がひどい。ひどいよ。ひどい。ひどいよ。うちのお父さん泣いてるよ。娘こんなだと思ってないもん。のみさんもペとか言わないの。ペとか。ペ。やめてよ、そういうペコールとかやめてよ。ペコール。セシールのリズムで。なんか今うまいの見つけたみたいな。やめてそういうの。あとでも言えない。気持ちスルル。そこ言いたかったけど。文字たかったけど出なくてごめんなさい。じゃあ次私行きます。はい。これ全部ですか。これ全部。うんうん。はい、言っていいんですか。うん、はい、ゴールデンシャイン TV の皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。なぎさのハイカラ人形、うん、キュートなヒップにズッコンバコン。社員番号5400番、タンパク小僧 RX と申します。誰だ。いつもは他の G ネームがあるのですが、今回はこの名前で参加しただ。参加させていただきマンゴスチン。じゃあ一発目。AV で笑った、過去に見た AV で笑った話を一つ。チャラ男と黒人さんが素人娘をナンパして、うん、すいませんをナンパしてやっちゃうという作品なんですが、うん、チャラ男が女子の女の子を脱がし、ビラビラすごくねと言いながら。両手でビラビラをひらひら、黒人さんが何すごいこいつバカじゃねえの本当に。チャラ男がこれでムササビっていうの、あこれムササビっていうの、ムササビすると、黒人さんもチャラ男を真似して It's a ムササビ It's a ムササビと言いながら両手でビラビラをひらひら、うまくないよ。ムラムラする前に大爆笑してしまいました。こいつバカだな。続いて2発目。
性発明ありますよ。性癖について、私の性癖ですが少し変です。それは相手の知ってんだ相手の反応を見るのがたまらなく興奮するんです。自分がいろいろすることで相手がビクンビクンと反応してアヘ顔を晒す。あーもうなんでこれたまらんち会長です。何ですかこれは。オリンピックたまらんち会長それさえ堪能できれば自分は行かなくてもいいんです。自分で行きたけ自分ですりゃいいしね。誰か賛同できる人いますかね、ということなんですけど、らしいですよ皆さん。このイチャムササービーがね、ムササービーのミササービーの下りがねひどいね。ひどい、外人もアホだもう間違いない、世界統一にしたいよね。ムササービー、ムササービー、ムササービーガールひどいひどい、見れなくなっちゃう。ムササービーガールアイムハンドムササービーガール、ヘイムササービーガール、最悪使おうっていつムササビだよ。竹高さんがムササビってアルファベットで書いてるからムササビサスケみたいな、そういう新しい競技みたいなムササビ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 、これあの本社に投稿しよう、いろいろね。ムササビこれこれね、これ面白いですね。ムササビムササビ最低だ。誰がぶっ込むよこれ。ムササビムササビ、イケントのムササビか。やべもうやべもう出入り禁止でしょ。ガラミさん入れない。だよね、匿名だよね。匿名だわ。もう言えない。おとつきさん怖い怖い。怖い、すーちゃんノリノリで読んでたみたいな TL になってますけど大丈夫、否定しなくて大丈夫。ムササービーがね、すごい好き、ああいうカタカナああいうカタカナが好き。救われたね、救われた、よかったカタカナ。ムササービー、イエス、ムササービー、グッジョブムササービー。じゃあ、ちょっとこの後もいろいろね、すごいのが控えてるんで、ひどいよ。ちょっとライトの方読みますね。読みますね。はい、こんなとこでもどんなとこでも突っ込んでいきます。アシカです。アシカさん、アシカさん、どうも。どうも。高校の同級生から聞いたワイダン。あれは忘れもしない高校1年の夏。数少ない宮古島でのイベント、宮古祭りの夜。花火を見に行った友達は卑猥な気分に。そしてとうとう野外での行為へ。するとあれの最中に花火が、何を思ったのか花火の爆発音に合わせて人差しし始めた彼。バーン、人差し、すごい音だな。人差し、最後の方はお待ちかねの連発花火と思ったら先に終わっちゃうっていうね、バーン。高校生でまだ経験のなかった私にはこの話は刺激が強すぎたけど大爆笑。いやー、蚊に刺されたって12箇所もって聞いてないわ。若いって危険です、的なワイルドエイジなのね。ちゃんちゃん、どうだ、夜のアシカもたまにはいいでしょ。はい、アシカさん、花火の音と一緒に突っ込んでたっていう話ですか。解説ちょっと見切れてるからね。見切れてるからちょっと入れてください。つらい、なるほど。話ですか。そういう話ですね。多分合わせてっていう感じですよね。あのこのシンクロニティを楽しむみたいな感じですよね。今度試してみます。どの祭りの時ですか。あ、今日花火上がってたのに。あれパフュームでしょ。そう。ああ、なるほどね。パフュームが来てるの。そうですよ。あ、そうなの。その帰りです。何？見てたの？見てたの？見てたの？花火上げてたの？花火上げてたの？そしたらスーちゃんも花火上げてたの？あーちゃんが泣いてた。なんで泣いてた？スーちゃんは？あ、私はただポーっと見てただけです。はい。え、です。宮古祭り。宮古祭り。ここは大きいイベント。宮古島でのこういうちょっとフリーな祭りな。フリーの祭り、そういうフリーラン祭りのイベントの一環じゃないと思いますけど、それはごめんなさい、多分沖縄教えてください。
何言ってんすか今から。どっかの集落みたいにこの夜だけは夜灰 OK とかそういうことではない。夜灰 OK ないんですか。あるよね、そういう島ね。まだあるんですか。今ちょっと宮古屋の移住考えたんですけどね。ムササビ対足買ってきてますよ。ムササビ、ムササビ、まだ引きずってるね。足か。足か。ムササビ対足。足か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 は。どんな対決。生き物同士で頑張っちゃうみたいな。はい。社員番号1419。モンでございます。モン。モンさん。モンちゃん。モンちゃん。ゴールデンシャイン TV をご覧の皆様並びに見られている皆様はワンバンコモンでございます。本家ではスランプ真っ只中でリクエスト要員としてゴールデンの盲点に君臨する今日この頃。さて今日は今までこの方下ネタで採用されたことがありませんが、あえてのワイダンコーリーにチャレンジさせていただきます、うん、とは言いつつソフトなところから攻めていただこうかと攻めさせていただこうかと思ってる次第で、うん、歌シリーズ行かせていただきます。まあ島倉千代子さんの人生いろいろの賛美部分イを絵に変えると人生エロエロ男もエロエロ女だってエロエロ先乱れるのとまあいい感じになりますが、さらにおすすめは藤岡藤巻と大橋のぞみさんの崖の上のポニョ。この曲の歌詞をダンディに読み上げてください。ペタペタピョンピョン足でいなかけちゃおう、にぎにぎブンブンおててはいいなつないじゃおで。でパクパクチュギュパクパクチュギュあの子が大好き。辛くなってきたな。あげくにポニョポニョポニョ膨らんだままるお腹の女の子でワンコラス終了ね。なんだか陰微な感じがするでしょ。まあよかったらネタフリフリにも使ってください。ではまた。中学生ですね。中二秒モンさん俺と同い年なんだよね。あ、そうなんだ。なるほどね。モンさん見てるかな。モトちゃん昼間にポーニョ見たの。見ちゃった。あ、そうだ。あ、どんまい。誰行きます。読んでないのこれ。これ読んでない。なんか来たよ。はい。はい。初投稿。おほ。本人いなくなっちゃったねさっき。うん。ん？ドキドキ。初めてのラブホでやることよりエアシューターにときめいて。エアシューター、エアシュー懐かしいね。あきられた。社員番号507番ディサロです。エアシューターってあれで、あのホテルで、あのおばちゃんと顔合わせずにお金が払えるってやつね。カッパッと開けて中のカプセル開けてお金入れてからって言ったのと上がってる。みんな好きだねエアシューター。若いうちには一におっぱい二におっぱいっていうが、ある程度年を重ねるとお尻だよねアーマーさん。不意打ち、プリッとした尻もよいが少し垂れた尻もよいですよねねアーマーさん。タイトスカートの OL が尻を突き出してしゃがむのもいいっすよね、うん、ねえ、アーマーさん。もういいや。なんだこれ終わったよ。あ、好きな方がチャイナ服で突き出すケツもいいよな。またやめていいんじゃないかな。何このコーナー。突き出さない。あ、そう。出したらいいさ。いやいやいや。どうぞ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 。出して出して。出すほどのものじゃ。プリッと出して。プリッとね。どうでしょう。鍛え方がね。鍛え方。触りたい方。え？鍛え方。何？お尻の鍛え方。そうそう鍛え方。
What? 見せるほどでもない。ない。あそんなあのいろいろ。そんないろいろ。アーマーさんはあのお尻とかやらないんですか。やらないんですか。やらないんですか。あのですか。なんですか。やらないんですかって。うんって言ったらあのいろんな方面の人から来そうだからちょっと怖い、ね。あそうですか。繋がっちゃうんですけどね。お尻はやらないんですね。お尻はやらないですか。僕もお尻はやらないです。うん、聞いてね、聞いてね、全然聞いてね。なんだこれ。お尻はやるって。お尻はやらないんですか。バカじゃねえよ。じゃあ、ノミングウェイさんがエアシューター懐かしいって見たことあるんですね。なるほどね。なるほどね。青春だったんだろうね。青春だったんですかね。うん、スパイラル、ね。誰と言ったんだろうね。誰ですか。ごめんなさい。はい、謝るんだ。謝るんだ。どうしようかな。ん私、うんうん。あんまりあっち見えないな。目が隠れて。オッケー。目が隠れて。オッケー。じゃあ、ごめんなさい。私行きますよ。はい。やっとやっとやっとできた。やっとやっとやっとできた。Hey, hey, 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 できた、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 はい、はい、はい。え、え、お、お、え、お、お、え、え、お、お、え、お、お、ベベベーン。ゴールデンシャインの皆様、こんばんは。シャインバーグ3329番、ナオイです。来たか。ナオイか。やったコーナー採用、ありがとうございます。そう。今日いない。今回、ナオイがね。そう、ナオイさん、ちょっと、そう、今回ね、そう、ナオイさんの。このねプレゼンがなければこのコーナーなかった、うん、ということで、まあ、本人飲み会らしいんですけど、ね、まあ、ね、はいはい、まあ本人飲み会なんですけども、うん、メインコーナーになれるようたくさんネタ出ししようと思います。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。なお創作ワイダンはボジョ先生の聖域なので立ち入ってませんということでちょっと読ませていただきます。ちょっと読ませていただきます、はい、いろいろ送ってきてるんですけどもこれいきます。技術の時間、中学校でのその技術の授業でのお話、この時間は男だけしかいないのでやりたい放題でしたね。なんだその中でもぶっ飛んでたのがヤンキーの H 君でした。 H 君は教室の長机の上に乗ると最近付き合い始めた彼女との昨日のベッドシーンを再現するんです。テクニックも片手でブラを外し片手でおパイをサワサワしつつもう一方の手で手間からの潮吹き、それのテクニカルなアクションに私たち童貞野郎どもは大興奮状態。まさにエアギターなるのエアサックスH 君はその後フィニッシュ後のティッシュでフキフキまで徹底的にディテールにこだわったアクションを見せてもらったことで夜の技術の授業を友達から教わるのでした。しかし時を経て H 君のそれを試す機会があったんですが相手からバカじゃないのやめてとマジ切れされた苦い思い出がありますという感じです。中学生ね。中学生と中学で実際試すのはいつか分かんないけどね、うん、そう、うん、羨ましかったよねそういうね、はい、あこの先走ってる人はね、うん、はい確かに勘にあるっつってねどうなんでしょうどうなんでしょう。どうなんでしょう。そこで一石投じる。どうなんでしょうって。どうなんでしょう。うん。どうなんだろうね。何しんみりしてるの。いや。なんかしんみりして。パピオンさんのあのテンションに、うん、ついていけなくて。誰？パピオンさん。パピオンさん。そうバタフライさんとか。何そのなんか通り魔みたいな呼び方。通り魔。パピオンさんだ。パピオンさん。ライン番号2283竹高さんから来てます。自転車自転車。なんでそれ。暇人の皆さんこんばんは。夢もあそこもアメリカンサイズ。社員番号2283。めっちゃいい声。竹高です。自分のチンコ押しするよねこの人ね。押しますね。あれは確か僕が二十歳の冬とある県のとある場所に訪れた時の話です。その頃僕はまだガチガチの童貞だったのですが僕にはある夢がありました。最初の相手は絶対に素人じゃなきゃやだそんな童貞特有の幻想をいただきつつも二十歳を過ぎ焦り始めていた僕はとある店へと足を運びました。それはテレフォンクラブ。
略してテレクラです。懐かしいテレクラ、うん、あったね。テレクラで出会った女性はプロではない素人だそう自分に言い聞かせ、夢と股間をパンパンに膨らませてテレクラの個室に入った僕は女性からの電話を待ちました。ボソッと桜だろって。激しい争奪戦やいたずら電話に心が折れそうになりつつも、必死で取った受話器の向こうからようやく女性の声が聞こえてきた時、二人の恋が始まりました。しばらく会話を楽しんでいると、その女性が突然こう言ってきました。ねえあなた童貞でしょう。ドギー&マギーしながら受け答えする僕の声を楽しむかのように女性は続けます。よかったらお姉さんがいろいろと教えてあげようか、うち来る？なんだこれ。聞けば女性は25歳で、たまにこうやってテレクラに電話をしては男性を家に招き入れ、そのままあんなことやこんなことをして楽しんでいるとのこと。来た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 、ついに来たよこの時が、さらば童貞。まずはお姉さんが着ているという白いワンピースをああやってこうやってなんて頭の中でシミュレーションしていた僕に、女性が妙なことを言い出しました。一つだけお願いがあるの。はいはい、何でしょう。童貞卒業するためなら何でも言うこと聞けますよ。実は私、変な形のおちんちん恐怖症なの。はい変な形。戸惑う僕を知ってか知らずか、女性は続けます。昔変なおちんちんの人にひどい目にあったの。だから普通のおちんちんじゃないとダメなの。あなたのおちんちんは普通のおちんちん。女性の言ってる意味はよくわからないものの、ちょっとわかんない。ここまで来たら僕も引き下がれません。必死で自分のおちんちんが普通のおちんちんだということを身振り手振りをまぞえながら受話器の向こうの女性に伝えます。身振り手振りいらんだろ。すると女性は、わかったわ、じゃあちょめちょめ公民館の駐車場に来て、そこに私の女友達を一人行かせるから、その女友達におちんちんを見せて。あなたのおちんちんが合格だった場合、私の家でいろいろと教えてあげる。ボーイズビアンビシャース。女性のワンピをビシャビシャース。ビシャビシャースって。ちょめちょめ公民館までとやる気満々で乗り込んだタクシーのうんちゃんに、もう夜の8時だよ、こんな時間にあの公民館に行くの？と言われつつも、僕は意気揚々と公民館の駐車場に降り立ちました。雪の降り積もる公民館の駐車場で、そのおちんちん見届け人とやらをしばらく待っていると、静まり返った細い道路の奥から足音が聞こえてきました。ペタ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 、裸足か裸足か。懐中電灯の光がまばゆく僕を照らす中、そこにやってきたのは10歳くらいの少年。僕が予想していたのとは年齢も性別も全く違う子がやってきました。しかも冬なのに半袖半ズボンにスリッパ履き。ペタ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 、今にも凍え死にそうな感じで震えながら僕の方に歩いてきます。唖然とする僕に、小学3年生くらいの男の子は蚊の鳴くような声でこう言いました。お姉ちゃんから言われてきました、お兄さんの おちんちんを見せてください。あれ、女の人が来るって聞いてたんだけど、お姉ちゃんのお友達は用事があって来れないので、代わりに僕が来ました。もしかして君よくこういうことしてるの？はい、お姉ちゃんの友達がいないときは僕が来ています。最初は君が悪かった僕も、小学生を相手に会話を続けているうちに緊張がほぐれ、だんだん強気になっていきます。強気になっていきます。そっか、いつもみんな君におちんちん見せてるの？はい、僕がおちんちんを点検しています。今日はさ、もういいんじゃない、見せなくて、俺のおちんちん普通だからさ。本当だよ、でもちゃんと見ないとお姉ちゃんに怒られるから、そう固いこと言わないでさ、君だって俺のおちんちん見たくないでしょ。はい、あまり見たくないです。よし決まり、おちんちん見たことにしてさ、早く君のうちに連れてってよ。わかりました、じゃあお姉ちゃんにはこのこと内緒で見たことにしていきましょう。
そう言ってペタペタと歩き始めた少年の背中を見ながら歩き始めた僕は突然、ほんと突然、なんだかこの少年がかわいそうになってきました。ちょっと待って遅せよ少年を呼び止め、何を思ったか説教を始める僕。善意ってかけらしかないな君、お姉ちゃんがこうやっていろんな男の人を家に入れるのを何とも思わないのかい。足を止め、震えながら黙り続ける少年。本当は嫌なんだろ、こういうことして欲しくないんだろ。少年はうつむき震えながら、して欲しくないですと声を絞り出します。よし、わかった、俺君のうち行くのをやめるわ。え、行かないんですか。今度は少年が唖然としながら僕の方を見ています。やっぱ良くないわこういうの。頭をボリボリかきながら続ける僕。君寒そうだし、もう姉ちゃんなんかほっといてさ、一緒にラーメン食いに行こうぜ。でも帰らないとお姉ちゃんに怒られるから。お姉ちゃん待ってるから。そっか、じゃあこれで温かい缶ジュースでも飲みな、俺帰るわ。いい人。そう言って震える少年の手に無理やり小銭を握らせ帰ることにした僕。帰り際、お姉ちゃんのこと好きかっていう問いかけに無言でコクンとうなずく少年。お前大きくなったら姉ちゃんぶん殴ってやれ。今は勝てないかもしれないけど、大きくなったらこんなことするなってぶん殴って教えてやれそう言いながら去っていく僕を、少年がどんな顔で見送ってくれたかは分かりませんが、タクシーを拾い帰路に着いた僕は流れ行く夜景をぼーっと眺めながら思いました。失敗した。おちんちん見せてお姉さんの家で童貞してればよかった。失敗したで、ここでね、長いよ、長いよ。何ページ目ですかこれ長編ドラマというわけで、僕が童貞して損なった実はいかがだったでしょうか。今だから笑って話せますが、この出来事を振り返ってみると笑い話では済ませられない危ない要素がいっぱい潜んでいた気がします、うん、いや今更、公民館でズボン脱いで少年におちんちん見せているところを他の人に見られていたとしたら、うん、今更考えるか、うん、お姉さんの家にお姉さん以外の誰かがいたとしたら、僕を家に連れて行かなかった少年はあの後どうなったのか、ちょっと気になる、うん、変な形のおちんちんって真珠、うん、考えるだけでも鳥肌が立ってきますが、皆さんも最初の相手は変な場所で見つけるのではなく、本当に好きな人と記憶正しくいきましょうね。21歳の時に合コンで知り合った彼女と初めて同士で結ばれたお兄さんと君との約束だよ。長くて分かりづらいな竹、はい、高さんのこれ、僕ね初めて読んだ時涙出ましたこれ本当の話なんですよ、うん、ファンタジーとかじゃないんですよね、うん、ファンタジーとかではないんですよね。やだこんなファンタジー竹高ファンタジーみたいなちょっといい話になりかけてますけど絶対違うからなんかファンタジーっぽい要素もちょっと夢じゃねこれこれ夢だと思うんだな。ペタペタとかさ冬場にペタペタとかさ階段降臨かと思って一瞬来た来たペタペタエロいい話いい話かどうかわからない。ちょっとね辛いし日本の話か童貞が無茶しただけの話だろ。本当だよね。そうそう、ファンタジーファンタジー、うん、ファンタジーだと思うな。妖精だったんだよ、うん、ファンタジーだと思う。妖精チンコミチンコミ妖精だやだなこれ。寒い日に現れるチンコミ妖精ペタペタ10歳ぐらいの少年が本当にね、はい、もしおちんちん見せてね、はい、部屋に行ったらお姉さんがいたのかと、いたのかね、うん、いろいろ怖いかもしれない。怖いですね。怖い話だね。こんなあの、ねうん、バカな投稿できてないかもしれないもしかしたらあの今も竹高さんと会ってることなんてなかったかもしれない。あーか、ね、確かにね、よかったんだよ、かったよかった、うん、よかったよかった。シンデレラみたいにね、変なチンコの形のやつを探してるこのチンコはお前だこの方に合うのはもういい合う竹岡さん結構出してるネタでこれぐらいなもんだから、うん、出してないネタってどんなんだろうね。どうなんね、辛いな。出せないネタっていうのがね第2部とかあるんですかねファンタスティック
最高です最高です広島からこんなこと嫌がってって感じですけどね。エロファンタジー、エロファンタジー、ジャンルができましたね。エロファンタジー、エロファンタジー、エロ幻想、エロファンタジー、エロファンタジー、エロファン、エロファン、略すな、タカタクみたいな感じで。じゃないですか。じゃあ最後、はい、はい、あの、はい、この人の読む時が来たっていう感じの方の、はい、読みましょうね。ついに、はいはい、僕が読みますね。はい、ボジョレーさんです。ボジョレー肉棒って書いてますね。あれなんか違う、いつもの名前と違う名前。お願いお願い、やすしさん、トイレに行かせて。両手両足を縛られ体の自由がない前はやすしに懇願した。すぐに楽にしてあげるよ。やすしは干潮器を前のアナルに当てる。舞さん観念して、観念してね。やすしは微笑みを浮かべ残酷な宣言をする。ああ舞のアナルに力が入っているのか管が入らない。やすしはローションをアナルと干潮器を先端に塗りつける。管が差し込まれやすしの手が力が入り容赦なく前の直腸にグリセリン液を流し込んでいく。5分くらいで前の顔は苦痛の表情が見えてくる。やすしさんお願い、トイレに行かせて。前ここでやるんだ。あ、恥ずかしい、見ないで。あ、姉ちゃんトイレに行かせて。舞は必死でもらえている。だが舞はアナルはどんどん膨張していく。やがて便の先端が顔を出し一挙に長いものが便器の上に流れ出す。ベチャーボトトトト。これを選ぶか。舞の肛門から黄金色の下痢と固定化された便は放出された。言っちゃった。ひどいわひどいわ、もう嫌。やすしさんを抱いてゲスやろうよこの変態。本当だよ、終わりです。ええこれね、続き的なこれ終わりで、うん、実はゴールデンロイヤルウェディングに送ってるんです。本当に すごいこの人、本当にブレない ね, ね、すごいですね。ブレないですねこの人、ボツになる。当たり前じゃないですか。当たり前ですよこれ。ボジョレさんこのコーナーでもアウトです。読んじゃったけどね、読んじゃった、よかったのかな、もうないよ。もう二度とない。多分これであれですよ、本当の供養ですよね。やっとやっとこさ、本当にしましょう。いるのか、本当の供養はまだあるよね。まだあるよ、まだあるよ。これぐらいで成仏しないってことですね。なんか疲れた感じするもん。なんかね、ちょっと怪我したよ。エネルギーいっぱい使っちゃった。中距離走した感じです。もうダッシュだね。失ったものが多すぎるよ。何も手に入れてないよ。何も手に入れてない。見てると反応どんなですか。えええええってすごい。バルワカさんがええばっかり。えってしか言ってない。ゴールデンとダン鬼六という称号を島の人さんから。鬼六先生。いやー、そこあの本気のブーイングやめて。ちょっとな。まだまだそこまではいかない。こんなハートの強い持ち主になりたいわ。ブレないという。ブレない。本当にブレない。ブレようぜ。耐震構造もしっかりしてる。姉派もびっくり。姉派もびっくり。つかありかなし、なしです。本来はないよ。ないよないよ、誰もやんないよ。あの本人喜んでますけど、うん、そっか、あのアイコンで、うん、まだやめようよ。読んだよ、よかったね。よかったね。本当ね、会うととってもいい人なんですよ。そうそうそう。毎回話しますけど、優しい顔でね、スカトロの素の字もない。そう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 。そればっかり。加藤ボジョ。加藤ボジョ。いやいやいや、違うくれ。ちょっと違う気がする、また。あ、加藤さんそういうのに出てますか？加藤さんって分かってますか？加藤さん分かってますよ。あのゴールデンフィンガーの人ですよね。
鼻と蛇。でも僕はあのボジョさんがいるから、はい、僕がいるっていう。ボジョさんがいるから。ダメなんだ。すいません。帰ればいいのに。だからよ。あの人がいるから、はい、あの、はい、より抱えるところがある。なるほどね。大きな船というか。自由にできるというか。わかるわ。わかるよな。何この連帯感。自分がマシに見える素敵な人なの素敵な一応あのこのワイナン降臨ねあの反響が良ければ2回目以降もあるのかもしれないんですけど、そうなんですか。ただ今のをあの基準として欲しくないんですよ。最後特にね、うんうん、底辺だから、うん、底辺知れと言ったアナールとか言っちゃったもんな。言っちゃったね、うん、いろいろ言ってますからね、うん。はい、本家火炎の降臨は6月1日10時からです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, しします。もうすぐですね。ありがとうございます。皆さんの悶々とした思いは尽きないと思いますが、それを話せる部にぶちまきの前にぜひ番組までお寄せください、はい、以上ワイダン降臨のコーナーでした。無事終わった。クリックボイス沖縄からお知らせです。クリックボイス沖縄のホームページでは過去に放送した番組をポッドキャストとユーストリームのアーカイブでチェックできますよ。見逃した番組を見たり iPhone や iPod に入れて通勤途中に聞くことができます。もちろん無料ですよ。また Facebook ページでは番組内容やユーストリーム生中継の日程などの最新情報を随時アップしています。アクセスはFacebook クリックボイス沖縄で検索していいねボタンをクリックしてくださいね。皆さんのアクセス待ってます。はーい。はーい。テーマ。テーマ。待って、ウィークエンドエンド。行きたいんですけど。ウィークエンドエンド。どう。で、じゃあ、うん、タイトルコールしたから、みんなの、あの、その思いを、はい。思いを。え、うんが。ええわ。うん。あ、縁がですか。さっきのワイダン降臨の、うん、はいはいはい、ワイダン降臨のワイダン賞、ワイダン賞、ワイダン賞誰がいいですかね。誰がいいですか。ムササビよかったな。ムササビ、ムササビ、ムササビ、ムササビは誰ですか。あの名前は、名前は伏せて、あの人です。あ、あの人、じゃあ高校の人でも名前今日は忘れてるんですけど、あ、この人に、じゃあ縁がを、 RX さんに、縁が、じゃあ RX さんにこのレンガを、やったー、レンガを差し上げます。レンガだよ、レンガよ、ひらレンガだよ。気持ちいいぜ、気持ちいいぜ。ぶちまけたよ。横にも使えるし、縦にも使えるよ。やったね、やった、レンガ、レンガ、やった。これで君も YouTube のヒーローだ。まあいや、じゃあ行くよ。ビッグエンドエンドということで第2部早速行きましょうか。はい、じゃあゴールデンネーム死ぬ気で頑張ってもシナさん、はい、局長&ミキトニー&世界的なリスナーさん、こんぬずは、こんぬずは、死ぬ気で頑張ってもシナンです。今日の会議テーマは想像。最近会議の採用がトントロない。もしかして自分のメッセージは迷惑メールとしてフィルターがかけられているのか。いわ違う、工事ネタ等々ではなどなどだよ、ではちゃんと読んでもらってるし、なんで太郎ちょいちょい入れてみるね。とふと想像してみた。それは警備の池宮城さんのフィルター説。実は FM 沖縄に届いたメッセージはインターネット回線を通り送られるのではなく、警備の池宮城さんを介してスタジオのプリンターに送り届けられているのではないか。3ヶ月以上 FM 沖縄にリアル出社しないハード社員の会議ネタは
池宮城さんがウイルスバスターよろしくスパムメールとしてことごとく駆除されてるんだ。さすがはハード警備員の池宮城さん、 FM 沖縄の安全のみならずインターネットセキュリティまでもやってらっしゃってるとは。ぜひとも近いうちリアル出社して池宮城さんを倒して、ああ違う、池宮城さんに受付でこんにちはと挨拶しに行きたいと心に誓った5月の何も言えなくて夏の昼下がりでした。細かいな要所要所にリアル出社されてるギャラリーの皆さん伝わんないってだから帰る際は池宮城さんにお疲れ様の一言をお忘れなく。では局長&ミキトニアの世界リスナーさんもゴールデンな週末を。これあのね、語尾とか全部漢字が違ってるだけで、はい、見てる人には分かるんですけど、はい、多分ね聞いてる人たちは全然分かんないと思う、うん、私面白いなのでボツだったと思いますアドバイスを。今この番組のなんか原点を思い出した。そうだそうだ、そういうことするんだそうだそうだ、供養してあげるんだった。そうですね、そうだそうだ、ちゃんとね評価もするっていうね、はい、評価する。ウィーケンドエンドウィークエンドエンド、ウィークエンドエンド、あ、もう行きましょうか。はい、はい、ゴールデン社員テレビをご覧の皆様こんばんは。こんばんは、主任の博士太郎です。あ、どうも、一番面白い、あ、一番面白い5月21日のテーマ、決定的瞬間で出社させてください。どうぞどうぞ。昔々の話ですが、友人と懐かしいディスコに行った帰りの話です。おいえ、酔っ払った友人が大学の、学園祭でナンパした女の子のところに遊びに行こうというのでついて行きました。そして女の子の家に到着するや否や、うん、僕は睡魔に襲われ、うん、部屋の隅っこで寝ていました。本当か僕はしばらくして目が覚め起き上がり、横をパッと見た瞬間、友人と女の子がまさに組体操、それもバックオーライする瞬間でした。ほほ、友人は焦り、太郎もやると言いましたまさかの誘い僕はびっくりして、お、俺はいいよ、ごゆっくりと言い逃げるようにその家から去りました。その後の話ははしょりますが、皆さんはこんな他人の XYZ を見た経験はありますか？これさっきのないです。ない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 、人のセックス見たことない、言っちゃった。親のもないですね。親の方が引かない、引くだろうけど引ってるかな俺。あ、ごめんねごめんね、人のセックスは見てないね。あるけど笑うな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 、セックスを見て笑うな笑うな、なおこうらか、まだ見てない、なおこうらだ、なおこうらか、ガン見しろ、見るんだったら見ろ。社員番号322、係長お楽しみ袋ポロリです。兄さん、兄さん、老齢基礎年金を童貞基礎年金に聞き間違えた皆さん、こんばんは。こんばんは。ワイダン降臨終わったよね。あれ終わったよね。これ普通の、普通のネタです。普通です。どうもダメ人間です。ピュアな心をなくしてしまった俺が選ぶエロを連想。ワイダン降臨？ワイダン降臨だ。エロを連想させるワード、これワイダン降臨に来たのかな？まあまあまあ。いくつかご紹介します。想像してください。はい。バック駐車で何度も出し入れする。うんうんうん。はいはい。カリマンタン島。言い方だねこれ。言い方だね。多目的ホールでアルトサックス。はい。は？マングローブの茂みの奥の湿地帯来るね、はいはいはい、ふっくらジューシーな肉まん来る来る、共感を得てます。極太 魚肉ソーセージ、うんうん、お口の恋人、うん、お濃いめカルピスバナナ味、おあるの、あるの作ればその2、音声だけで欲望の象徴をグッとさせるシチュエーション、うん、グルメ番組で女性芸能人や女子アナが、わーすごい大きいとか、大きすぎて口に入らないというコメントを音声のみで聞いた瞬間、昔武田真治と豊川悦司が出演していたドラマナイトヘッドを音声だけで聞くと危ないドラマになる。へえ、そうなんだ。わかるよね、わからない、わからないかこれですか、これ、これはこれはね、有名というか、そうそうそう、
母が言ってた。そう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 、音だけで聞いたらいいんだ、うん、まあ、やばいよ、音だけ聞いたらやばいよ、やばいよ、うん、やばいよ、やばいやばい、うん、やばいよ。じゃあ聞いてみます。じゃあぜひ帰り伝えに行こうか。検索検索検索マングローブ。何かを探してみる。掘り返したね。掘り返しましたね。湿地帯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 いいな。湿地帯。うちの近くありますよ。湿地帯を突き抜けろ。入ってきたよね。突き抜けちゃうの。ラブサル条約ですかね。うん、突き抜けてみたいな。あ、突き抜けてみたいな。ふっくらジューシーな肉まんはいいですね。うん、あ、あのうちの親戚のおばちゃんが、うん、うちの妹まだちっちゃい時に、ほいほい、まあ、真っ裸でちょっと歩いてるの見て、その親戚のおばちゃんが、うんうん、ほらほら、おまんじゅうメリーおまんじゅうっつって、おまんじゅう、そうか、おまんじゅうって呼べばいいんだって、もうその時小学校、中学2年生ぐらいかな。やんわ、やんわりしたり、そのからからもう、おまんじゅうって。なるほど。いい日本語だ、ね、いい日本語。いやいやいや、なんか来てますよ。韓国公演で写生大会。あ、まあ、定番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 で、あの中学2年生ぐらいがすごいウキウキして言う、ね、そうそうね。万国公園でおまんじゅうでもいいじゃん。万国公園遠足でね、立ち食いで、立ち食い大人の遠足だ。そこだ。来た。つながった。場所決定。場所決定。やった。嘘、あっち臭いよ。何臭いか。あっち臭い。ちっちゃいは臭いのか。臭いって言うの。リアル臭い。あと一個メール来てるんで。はい。はい。はい。は、社員番号4998。アイラブウォシュレットさん、どうも皆様こんばんは。初のボツネタ投稿です。お手柔らかにお願いします。まーテーマは遠足です、うんうん、私の忘れられない遠足は小学2年生の時ですね。朝起きると母の姿がありませんでした。おっと、寝ぼけながらおばあに、うん、お母さんどこ行ったのと聞くと、うん、あー、お母さん赤ちゃんを見に行ったよ、人のこと。軽いなのに。そう、出産予定日が近づいた母は後にネットカフェ難民に憧れることになる弟を詳細入ってますね、弟を産みに病院へ行っていたのです。じゃあ私のお弁当どうなるんじゃい。絶望の中、一筋の光が差し込みました。コンコン、玄関のドアを叩く音、開けてみるとそこにはおばさんがお弁当を持って立っていました。うん、そうです、おばさんが私のお弁当を作って持ってきてくれたんです。あ、ありがたい。その時のおばさんは五光が放たれた仏のように見えました。あ、そのお弁当を持って私は無事楽しい遠足へ行きましたと。めでたしめでたし以上ということで。なるほど、うん、このおばさんはおまんじゅうとは言わなかった。まだ言うの。自分もおまんじゅうが出てくるんだと思って突っ込もうとしてた。おお、好きですね。おまんじゅう。本当に。うん、おまんじゅう。おまんじゅう。まんじゅう怖い、まんじゅう怖い。ああ。番組中来たメールはもう以上ですね。うん、はい。ほうほう。はい。なんか気持ちあります？まだないですか？とりあえずあのなんか結構ツイッターを見ると、うん、ツイッターどうなんですか。なんかね、なんかのみさんが今度ちょっとエロい話披露してくるらしいよ。おちょっと聞きたいなと思いながら。女子少ないですね、てかないですね、今回来たメール。そうですね、さすがに、さすがに女性はちょっと、うんうん、なかなかね、匿名の方もいらっしゃるし、ね、女性匿名かもんって感じですけど、ね、そうですね、別にあのそうですね、うんうんうん、まあずるいけどね、うん、匿名で面白い名前だったらいいんじゃないですか。ああ、じゃあそれで。何面白い名前って、うん、なんかおまんじゅう。例えばもうすべすべまんじゅうがにとかでもいいじゃない。それのっけてもいいんじゃない。というかツイッター上ももうちょっともう麻痺してきてますね。麻痺、うん、もう普通に出てる、普通にもう文字でも書いちゃって。言えない。言えないですか。ああ出てるんですか、まあね、こっちから見えないんですよ。あ、こっちからよく字が見えなくても見えない、うん、島の人 3PM って他の番組に迷惑かけるのやめてください。3PM やめてください、やめてください。それはうちだけで処理させてください。お願いします。一応ね、あのこれあれですよ、あの皆さん今見てる画面ね、そのユーストリームのね、うんうん、その画面だと思うんですけど、これあの普通に自分のツイッターの TL とか出てますから、出てますよ。出てますよ。それみんなね、あの踏まえてってよ。
これでアウト。マジっすか。これであの番組終わった後になんかフォロワーがすごい減ってるとか言われても、うん、これ減る言われても、うん、減ればいいんじゃねとか言ったけどみんな見てからな。そうそうそう、見てよかった。おいおい広島の人が何か言ってますね。広島からまさか知るかよっていう。読めねえよ。コリンザさん押せ押せ。これ裏技言いますけど、はい、あのツイッターとか、はいはい、あのフェイスブックミクシーにチェックインしなければ、うん、ユーストリームだけのアカウントでやれば残らないと思います。ああ、そうですね。ただね、ただね、それはやめてほしいな。みんなに知ってほしいな。それは、ね、それはね、こっちは顔も出してんだと。そらしてんだよ。そう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 。こっちは大枚はたいてんだとね。はたいてないけどよ。全く、うん、流せ流せ。お茶もらっちゃうぐらい。でも今度はあれですね、私たちが何かを一つ言ってもいいのかなとか思いながら。何か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 お？あ、天が。あ、天が天が。あ、天が言っちゃうんだ。普通に言っちゃうんだね。天が商品、ね、どこに売ってるっていうね。うん、情報、情報提供、情報って。アマゾンで売ってますよ。アマゾン、うそ、うちの近所の薬局売ってたよ。薬局売ってるよね。売ってますよね。ヤマダ電機でも売ってる。あ、そうなんだ。エトワスでも売ってましたよ。あ、見た、エトワス昨日いた。あ、じゃあ海岸倉庫とかにも。あ、あると思う。あると思うよ。マジで。じゃあ待って待って、今あんまり天下情報流すとほらいなくなっちゃうかな。なるほど、すいません。何がいなくなる。行かなきゃみたいな。行かなきゃみたいな。そっか、みんな頑張っちゃう。うん、行かなきゃ松本清志みたいなね。天下スポンサーつかないかな。これでこれで。ブックジョイさん待ってます。ブックジョイ東京書店さんお待ちしております。はい。はいはいはい、エンドエンド以上じゃないですか。はい、じゃあそうですね、はい、ボツを恐れるな、当たって砕けろ、お前の骨は俺らが拾ってやるということで、今後も成仏できないボツネタがありましたらどうぞこの番組まで送りつけてください。以上、ウィークエンドエンドでした。そのままいきますよ。はい、はい、伝言版 XYZ。 このコーナーではゴールデン社員の皆さんがお知らせしたいこと、お伝えしたいこと、たやもないつぶやきから見て、また私を見てという心の先まで皆さんに代わってお知らせするコーナーです。お願いします。ゴールデン社員 TV の皆様こんばんは。社員番号5509、島の人パート2です。はい、どうも。どすごい、どすごい、残った。はっけよい。番宣をお願いします。番宣、はい、番宣、番宣、なんかね、ミクシーの島の人パート2ページの日記では、うん、毎週金曜日深夜0時より、ほうほう、島んちゅの金曜0時のお話、うん、なんだろうこれ、怖いんじゃない、なんとなく霊地、幽霊の霊ね、うん、を掲載しています。ほうほう。ワイダンの後は階段で暑い夏を涼しくしてみては、純なりさでした。何をやってんだろう、純なりさ。純なりさ、純なりさ。じゃあ詳細はじゃあ島の人パート2さんの日記の方で見てみてください。はい、はい、そう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 。純なりさんの話題です、そちら。はい、ありがとうございます。純なりさん可愛いですよね。可愛い可愛い、超可愛い、垂れ目だよね。はい、次、はい、次。あ、私ですか。はい、あ、はい、あ、はい、わかりました。これは G ネームは読んでいいんですか。これは書いてますか、それ以外に。書いてないんですね。じゃあ読んで。読んでいいんじゃないですかね。いいですか。ナオイさんからの伝言版 XYZ です。はい、伝言1、最近記憶のかけらを探しておりましたところ、おとつき様が記憶の一部を届けていただきました。どうやらパイの処理もしていないビーチクを晒していたらしいですね。その場に居合わせた皆様方、この場を借りてお詫び申し上げます。どうもすいませんでした。すいませんでした。その2、ガチャピン先生。ガチャピン先生、セシールのアウトになったネタ、今度教えてください。3、その3、
伝言これで最後なんですけど、コンドームの使用期限っていつまででしょうか。知ってる方教えてください。かっこ賞味期限切れそうなら早く使わなきゃです。てんてんてん。賞味期限って言いました。あ、ごめんなさい、使用期限です。人の口に入るもんですからね。まあまあまあ、まあ、色んな口にね。まあね、だそうです。あるしね。ガチブリさんのネタ来てるんですけど、後で個人的にお渡しします。あ、はい。はい、いつまでなんだろう本当に。あ、でも書いてません。本当わかんない、つかねえから。うん。さらっとさらっといきますね。今さらっと。はい、じゃあいきます。はい、社員番号2995番、ゴールデンネーム広島の風さんからです。はい、どうも。はい、短いですよ。はい、竹高さん、いつになったら罰ゲームやってくれるの。なんのなんのですかね。あ、なんのですか。なんかやってるよね。なんかやってますね。なんだ、ちょっと前からほらゴールデン大喜利始まってたんですか。はい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 、でそれであのこの、赤いザリガニの人とで、広島の方とあとはね、しのしのさんの3人でしのぎを削ってて。そう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 、しのぎを入れないよね、あそこ。あそこちょっとね、なんていうのかな、やっぱちょっとそのワンランク上の大人の世界っていうんだよな。なんか簡単に立ち入っちゃいけないというかな。うん、怪我するっていう感じがしてね。その竹高さんから、はい、音月さんへ、はい、今度3月のライオン貸してくださいね、はい、ついでにコスプレ写真も入れてください。300円までなら払います。あの写真どこ行ってんでしょう今。あの写真どこ行ってんでしょうね、うん、広島の風さんへ、はい、本当は那覇に住んでいるにもかかわらず目立つために広島在住と嘘ついてるって本当ですか。何はともあれ昨日は初の局長賞おめでとうございます。合わせのマングースさんへ、はい、放送お疲れ様でした、はい、ゴールデンサイクルジャージ作り頑張りましょうね。ょう、あと間違えたふりして善良な市民にわざとエロ画像を見せるプレイはほどほどに。あれね、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 あれ、うん、何度か見たことある。あれね、うん、流出。このお尻がとかいうやつね。社員番号2516バンディッツ07です。はい、まず一つ、明日ゴールデン社員によるゴールデン社員のためのフットサルゴール社員 AC の練習、うん、僕と一緒に卑猥な考えでフットサルしませんか。次にその後19時30分頃からくも字の南国ダイニングお兄さんでちょっとした飲み会をします。ほうほう、ゴールデン AC オフ会ではないです。なるほど。ゴールデン社員によるゴールデン社員のための飲み会、略してマコ会。席に余裕があるので、飲んでやってもいいよって方は秘密裏にミクシーのゴールデンのコミュから、もしくは直接来ちゃったって卑猥な感じでよろしくです。あとはもう一つだけお願いします。来月6月3日に沖縄県フットサルリーグが開幕します。お、僕のチーム琉球バンディッツさんは監督さんやってるんですよね。なるほど。カテゴリー3で3で出場しています。カデナドームで開幕戦です。朝から昼過ぎまで試合がありますので、リスナー社員の皆様ぜひ観戦して応援よろしくお願いします。なるほど。ゴール社員 AC も権利を目指します。おお、そうか、目指すのか。なかなかご清聴ありがとうございましたということで。なるほど、はい、あ、フットサルね、盛り上がってますよね。はい、そうですよ。一回ちょっとやってみたいですけどね、フットサル。来てください。じゃあまず見に来てください、明日。見学じゃしに。明日は、午後3時から海南小学校体育館なんで、うん、はい。僕まだ復帰できないですけど。捻挫。捻挫からの。なん、まあ、いや、はい。はい。伝言版 XYG でした。あ、以上で、はい。以上、伝言版 XYG でした。はい。私、でかいんだよね。まだやなんだよ。皆さん、こんばんは。こんばんは。スマートフォン王国、モバイルプリンスです。モバイルプリンス、お世話係、たまちゃんです。お願いします。はい、というわけで、普段はオキラジで、はい、ラジオ番組、スマートフォン王国を、うん、私たちやってるんですけれども、そうですね。この度ですね、ラジオをちょっと飛び出しちゃってですね、ユーストリーム番組、はいはいはい、スマートフォン帝国、おうおうおう、こちらをですねちょっと放送したいと思います。王国に似て非なるもので、そうですね、あればいいんですが、うん、もう帝国なので私やりたい放題やりたい、うん、ああ君主が強くなってる。で内容としてはですね、はい、先週このラジオ番組でですね、うん、au の夏モデル新商品やりまして、はいはい、で今日は、ドコモの新商品、
はい、そして来週ソフトバンクの新商品と3週連続で新しい携帯電話スマートフォンの特集をしてきましたが、はい、そちらを総括してですね、うん、で映像資料を含めてですね、うん、どのスマートフォンを買った方がいいのか、はいはいはい、そういったものをですねちょっと1時間半ぐらい、はいはいはい、特集していきたいと思います、うんうんうん、日時の方がですね、はい、5月31日の、21時半うん、こちらクリックボイス沖縄で、検索していただければ、はい、サイト出てきますので、うんうんうん、ぜひその時に皆様お会いしましょう。実物なんかも持ってきてより分かりやすく説明できますから、うん、僕が買えばそれまでに夏モデル買えば見せできますし、はいはい、はい、皆様というわけで何かありますか、はい、意気込みは、まあ買いの商品なり僕もまあ、スマートフォンのビギナーでございますのでね、まあ、知らない方も、まあ、知ってる方もですね一緒に楽しめると思いますのでぜひこちら、お願いします。はい、というわけでよろしくお願いします、はい、お願いします。ゴールデンシャイン TV、 ゴールデンシャイン TV、 ゴールデンシャイン TV、 もうエンディングだけどね。はーい、はい、ここまで何時間？今日何時間ですかね？2時間ぐらい、2時間半ぐらいです。2時間半ぐらいわたってお送りしてきましたゴールデンシャイン TV、 どうでした今日は？どうでした今日は？どうでした今日は？もうちょっと過激になりたい。今日はちょっともうちょっと過激になりたい。過激にしたかった。過激にしたしたかった。過激。今日来る前に、はい、ジョッキ4杯ぐらい飲んできたんですけど、はいはいはい、すっかりなくなりましたね。抜けましたね。そうですね。パワーがどっかに行っちゃった。そう。ガソリン切れ。でただなんか美味しく飲んできただけみたいな。そうそうそう。たくさん飲んだったみたいなね。うん、エロにはやっぱパワーかかりますね。引っ掛けて引っ掛けな、引っ掛けてくれよ。ちょっとみんなテンション上げようよ。はい、あーもうなんかお腹すいた、お腹すきましたね。すいた、すごいお腹すいた。誰このなんかもう打ち上げ感みたいな。どうでした浜田さん、ね、初めてた感じ。そうですね、3人ほど読ませていただきまして上手に読めたかっていうのがあるんですけども、どこまで言っていいのかって感じですよね。あ、どこまで、エロをね、はいはいはい、もう滑っちゃう、あ、なんかポロって出ちゃう、出ちゃう、てってれーって出ちゃうんだよね。そうね、てってれーって感じで、それでもまたね、またやりたいですね、こういうエロ話を。そうですよね、もうちょっと、大体1回目で漢字掴んでもらったんで、うん、皆さんちょっと自分の体験談、うん、そうですね、来るぞ来るぞ俺も来るぞ。でも自ら進んでね、ボジョレーさんネタは、はい、私が読むということで、私がもう、そう師匠師匠ね、棺桶の頭の方はもつで持ってあげようっていう感じで、はい、読ませていただきました。はい、いただきましたか。もうないですけどね。もうないの？ボジョレさん。どうですか？あと大人なんで彼も。どうですかね。彼も大人なんで、まあ、自分で考えて。負けるな。ああ。負けるな。いや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 。痛みに負けるな。そう思いますよ。ルナ。ルナ。どうでしょうね。初めて読みましたよ。ツイッターも疲れてましてね、はい、皆さんと同じ。正直集中できなかったんだって、うん、ああ。わかんないな、もうおとなしくなって、なんかいつもと違う感じなのかな。じゃあ、うん、妊婦さんは見るべきじゃない、ね、じゃないと思う。本当にお付き合いとやられると思う。嫁は寝てると思うよ、僕。竹高さん来ましたよ、ボジョレさんの。これは俺が拾う的な的な敵だー、わっしょい、欲しがりども。てっぺんは超えなかったのね。バルワカさん職場で見てたんですね。ボーリングじゃなかったのね。ボーリングじゃなかった。よかったよかった。よくもまあ職場でね、こんなの見えがってこのやら。ありがとうございます。抜けたか。抜けたか。こら妊婦。身内感、まあ、僕のアルコールが見てたかと。そうですね。アットホームな感じだね。ここはあなたの家です。あ、違う、はい、違った、うん、ごめん、あんまり考えてなかった。流して、はい、おシレットちゃんはまだ聞きたいのかな。ん、もう終わりって。
あら？ああ、まあこれぐらいがいいですよ。タフだね。タフだね。終わりですよ。持たない持たない。無理無理。終わらせて。持たない持たない。心なしかみんな顔がテカテカしてる。辛いよ。あのね、超これ結構汗かくんですよ。そう。あとこれ蒸れるのね。そう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 。これ。皮膚呼吸って大事だよね。うん。まあでも、すごい熱くいきましたよ。崖こりが、うん、父と母と3人で見てました。恥ずかしいな。うわぁ、ほんとこんなじゃないのよ。普通なんですよ。一人で見なさい。え、崖の上のコリンザのあのネタも、あれも最初から、あでしょうね。あれも次までに新しい扉を開いた感想を送っていただくっていう。あ、そうですよね。なるほどね。開きますよ。あの、なんだろう、その新しい扉を開くことに関してあれだよ、りーちゃんすごい肯定的だよね、うん、そうですね。なんかすごい背中押す的な感じですよね。はい、行っておいでって。だって本では楽しいって書いてある。あ本では楽しいって書いてある。本では楽しいと言って。どんな本読んでる？今日持ってますよ。あとで見ようね。あとでね。ソフトですけど、うん。まあ、本では楽しそうだし。あ、本では楽しそうだ、ね、うん、男女より楽しそう。あ、そうなんですか、うん、なるほど。じゃ あ, あの次回はですね、うん、ワイダン大喜利やりましょう。あ、やりましょう。、うん、ワイダン大喜利やりましょ う, そうだ、ね、今決定、今決定、うんうん、ワイダン大喜利やりますんで、はいはいはい、皆さん身構えておいてください、ね、そうです ね, 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 ね、あの いつ一回なる時でもこのスタート切れるね、その体勢で、はいはい、あの禁欲してね。あ、そう、禁欲して、そう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 、爆発できるよね。そう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 、番組中に、うん、そう、男どももう縛っててください。超結びで、超結び、超結びかよ。あ、リボン好きですね。リボン好きですね。それはツイッターでやるの？まあ、そう、また共演したい。連動ですよ。あ、そうです。はい、連動。Facebook で実名出してやってもらってもいいですよ。あー、小鳥さん困る。薄い本ですね。薄い本ですね。薄い本ですね。薄い本ね、高いんだな。高いんだな。SS に700円とかする。高いな。高いよね。高いっすね。あれ印刷だよ、印刷。しょうがない、しょうがない。へぇ、高い。何の話だよ。はい。一部しかわかんねえじゃん。あー、すいません。絶対今の話でね、うんうんって言ってるの。まあいいや、名前言わない。あ、でも脱オタしました。脱オタした。脱オタしたんですか、うん、はい。東方神起に。東方神起に。あ、それからまた違う方向行ってるね。そうだね。メンバー同士的な。あ、もうそれは言ってる。ほら、あ、もうね。抜けてないじゃん。全然じゃん。でも脱婦女子とは言ってない。一緒だよ。一緒かな。一緒。大体一緒。まあ、たまることはいいことだよ。一緒一緒。うん。はめていきましょう。はめていきましょう。はめていきましょう。よし、もうやめよう。自分の噛み締めちゃった。はい、まあ、今回あのワイダン氷もありましたけども、あのこんな感じでなんか新しいコーナー、面白いそうなコーナーはい、はい、思いついたよっていう方はね、送ってほしいですよね。どんどん、はい、ね。で、まあ、今回ちょっとワイダン氷の方に力行きすぎて、ちょっとウィークエンドエンドの方あの緩やかな感じだったんですけども、こっちの方もね、はい、いろいろたくさんね、そう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 、本末転倒なっちゃってるからね、うん。待ってますので、ぜひぜひたくさん送っていただけると、はい、はい、ありがたいなと思います、はい、皆さんに支えられてこの番組成り立っております。はい、決して他力本願ではありません。自分の言わなくなりましたけどね。言わないよ。何の話かな。知らない。エンドだよ、エンド。知らない、それ知らない。まあまあまあ、落ちてないっていうこと。うん、出してないってこと。まあ言える。まあ、ね、はい、まあ、教えて飲みに行こうぜ。そうですね。はい、飲みに行きましょう。じゃあ、この後僕らも僕らで楽しもうで。はい、はい、皆さんもね。はい、ぜひぜひ。はい。はい、いただきました。ラララタタタタイ。ごめんね、眠いんだ。おじいちゃん。おじいちゃん。ダウが閉めないと閉まらない。そうそうそう。ですよね。はいはいはい。
まあ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 、でもこんな感じで、今回も皆さんも楽しんでもらえたかなと思っております、うん、今回も長々とお付き合いいただきありがとうございました。この辺で、ゴールデンシャイ TV お開きとしたいと思います。はい、はい、クリこの番組はあなたの思い生放送ユーストリームポッドキャスト配信の、クリックボイス沖縄の制作でお送りしました。はい、それでは次回お会いするその時までゴールデンの毎日をお過ごしください。さようなら。さようなら。バイチュー。バイチュー。